あ、ちょっとずれたか、あ、いけた、でもこれ落とせるかな、あ、結構判定難しいね。うん、分かった、今ので分かった、これ分かる、これ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 ね、これをめっちゃ欲しいから今椿猫さんに取ってっておねだ、おねだりしたの。300円渡してギリギリいけるかいけるな、ほんと、おお、バッチリじゃん。ちょっと待って、ちょっと、おおおお、なるほどね。こうで、下がると上がってテンションが加わって、この、 あの安全ピンが曲がって曲がって落ちていくっていうシステム。そうなんだ、そうです、そうです、そうなんです。ちょっと3回目をスルーして、あと2回。わっ、結構ワンボタンで結構上いくな、これは。入っても無理、見てて、あ、入った、いや入っても無理、あ、結構ギリギリに行かないと、ほんのちょっと押したつもりでもパッて結構上がるから。ね、これあのね、経験上ね、椿猫さんはこの類が得意なんで、結構微調整に難しい。ということで5回チャレンジが終わって、ちょっと今から追加いきます。これはワンプレイプラスにならないみたいだから、1回ずつ、1回ずつね。あ、これはあ、ちょっとずれるか、あ、でも入らないか、あ、いや、あのね、これ何かっていうと、まあ、要はホワイトボードみたいなやつなわけ、電子メモパッドみたいな。思ったところに止まらないね、なかなか。多分あと1回入ればね、いけると思うんだよ。本当？聞いた今、これ声取ってたから、あと1回入ればいけるっていうことで、この1回がね、でもまだ来ない。いや、きついか。入った？あー、結構ね、ちょっと後で確認するから、ちょっと入れてよ。あ、え？ダメか、入れないんだね。ちょっと1回、でも1回揺れ収まるの待ったら、ちょっと今揺れちゃってるからもう落ち着こう、一回深呼吸。これちょっと、あれきついかな、これもう失敗したんですか。いきます、はい。あー、やっぱ高さ、高さもね、ランダム性が結構厳しい。これ何枚目ですか。覚えてない。でもね、多分もうこれ1000円くらいかな。ほら、今ので相当差があるんだよ。あー、このね、上下の段階でね。うん、あ、入ったけど、いや、足りない。あー、この最初の上下がポイントかな。そう。でも多分俺、1300円ぐらいしか持ってなかったやつだから、コンテンツ。ほら、同じ感じで押してもだから、多分高さがね、うん、ちょっと押しても 3段階こうばらつきがある感じで。お、あー、欲しい。ダメだと思ったの、欲しい。あともうほんと数ミリ。そうだから最初は割ともうランダムな感じ。あ、今回いけたかも。そうだろ、え、ちょうど今ので下がらないの、ちょうど。相当際どい、思った以上に際どいよこれ。ちょっとマジっすか。いや、これちょっと雲行きが怪しくなってきたよね。あ、お、どうです。いや、これ厳しい。これはいけるかも。お、なになになに、うそ。うそでしょ。今のでダメだよ。もっとシビアなとこ行かなきゃいけないの。確かにね、安全ピンはね、もう結構曲がってはいるのよ。これ無理だよ。あー、おー、だから本当に根元取らないと、うん、ちょっと一回こう
一回ね気持ちをこう一回リラックスさせて、はい、フラットな感じでね、これ一発目みたいな感じで行こうよ。入るんですけどね。でも2個は上手いですね、入る。なかなかギリギリ狙うのは難しいですね、高さがね。いや、うん、いや、ギリギリ狙われて、いけんの、あ、いけんの、今オーバーした。あ、小銭、なかなか難しいね。でもあと1回あれすればもういけるでしょ。入ったよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。取れたよ。あれない、思った。縦になってる。あ、ほんと、そこに縦になってる。上がらないよ。店員さんを呼んでこよう。ここでね、縦になってる。ここでね、これ縦になってる。あ、はい。さあ、今ちょっと店員さんに取り出してもらって、でも購入金額もう覚えてないね。ありがとうございます。さあ、取れたよ。1000円出るのじゃん。こっちが取ったんだけどね。さあ、取れたよ。え、あ、オーバーロードある。スラスラかけてパッと消せるビッグ電子タブレット 8.5 インチ、素晴らしい。 8.5 インチってのはいいね。7インチでもなくて 8.5 インチ。あとほら、ペンを突き刺すとスタンドにもなるみたい。ボタン電池というのが、おお、ほら、ま、ネジだよ、ネジ見て、ここなんでネジにそんな興奮してなんでネジなんでネジでそんな興奮したんだよ。ネジはいいだろ別に。いや、これちょっとね、元ネタあんな、これ。はい、ということで見事この椿猫さんのだけの努力により取れました。後でね、また追加でいくらか渡したいと思います。